はい、こんにちは。レディグレード第14回目です。よろしくお願いします。今日はリージョン16ボーナス B と時間があればリージョン19やります。リージョン17ボーナスもやらなあかんねんけどな。とりあえず先にリージョン16ボーナス B やります。距離の克服、距離が長いのか。うわ、今度は石炭先行。逆風のためツェペリン発着場が炭鉱から離れた場所に設置されています。大量の石炭を輸出するためには石炭の微々たる利益では稼げないような多額の資金が必要になります。大対策としてより利益率の高い広告看板の生産チェーンを稼働させて資金を生み出すと良いでしょう。ん、ガラス、ネオンガラス、距離長。なるほど。なるほど。え、ネオンガス工場なくない？おお、ネオンガス工場建てなあかんのか。大変ですね。しかもそれでいて水はなし。あるんか。水あるんか。え、シリカ？シリカどこにあるの？ああ、ああ、もうガスプラントあるわ。シリカ、お金の救世主、フリカ。広告看板すごいなこれ。
この焼却炉が離れてるのも結構厄介やな。お金稼げるやつもいるからな、必要やからな。救世主シリカ。とりあえずのお金はこのシリカでなんとかして、で石炭発電所は絶対これ1個じゃ足りんから、絶対足りんな。でも結局のところ大事なのは石炭やねんよな。輸出、石炭を輸出しないといけないんだよ。石炭発電所2つにすることを考えると、ここに線路は絶対良くない。これをこうしちゃうからちょっと難しいんやろうな。
ガスをネオンプラントに運ばなあかんのが割としんどい。いやー、シリカがそもそも間違いなのかな。シリカなんてことをそもそも考えずにガス、とりあえずガスを売るべきなのか。多分そうやろうな。シリカで稼ごうなんてそんな甘っちょろい話。入り道がないねんな。あ、そうか。あ、ガラス工場にどっちにしろシリカがいるのか。あー、そっか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 。ごめんごめん。そういうことか。シリカは絶対必要なんだ。じゃあやっぱシリカいるやん。シリカ売らないといけないじゃん。ごめん。
じゃあ電力超大変じゃない？ガス。むずいね。ガス、とりあえずガスか。電力と参拝を一緒にするべきなんかな。いや、多分プラントこんなことしたらガスが全然足りんくなりそう。ここに並べる感じで。
3倍、これもしかしてこの焼却炉は割とハメなのでは？この焼却炉はハメの可能性があるな。このゲーム割とハメてくることがちょっと分かってきたからな。これ石炭回んねえな、石炭回んねえな。てかそれでもやっぱ石炭でやる必要、石炭を運ぶ必要があるんやろな。けど結局だって最後は石炭やから。石炭直通ルートが後々必要になってくる。いや、やっぱシリカじゃない、シリカじゃない。いやでもこんだけの線路伸ばすんやったら別にシリカは後でいいやろ。むずいむずい、腹立ってくるな。
足りなくなっちゃうんだよな。まあ6、幅6あるからまあいっか。失敗したらそれまで。水どころじゃないのよ。水を配る暇がね。しまった。とりあえずじわじわこれで回してシリカをなんとか。
金がマイナスだな。ほんで石炭はいっぱいか。買えない。速度遅くていいわ。今多分速度そんな大事じゃないから。あーそっか、こっちに止まっちゃうと吸えないのか。それもミスだな。参拝のスピードは今んとここれぐらいで良さそうやねんよな。電力が足りてないよな、やっぱり。こんだけか。これ多分向きが良くないな。すぐマイナスになる。
うわー、お金足りねえ。こんなキメラ路線にしていくと破綻してくんだよな。感謝間違えてるし、すぐ金がなくなっちゃう。シリカはまだ早いのか。石炭もね、出していかないと。いやー、やばい、参拝が回らなくなってきた。
やー戻り方がきつ。見残してる。石炭がそろそろいっぱいになってきちゃったな。シリカシリカ、いやー早く発電所もう一個建てたい気がするな。お金マイナス。さあシリカで回し出してるから、
うわ、何してんの俺。これはひどすぎる。これはやらかしてるな。よし、わかった。これはとりあえず、うわー、ギリ止まるのやばいな。引き直し。
ああ、そっか、道が被っちゃうか。飲んじゃってるから。どっちがいいのかしら。とりあえず金です。金。
電力がクソほど回ってないから、まず発電所を1つ増やせるまで。いや、相当遅いな。遠い。
ガラス4つか。ガス足りてないよ。看板看板。看板目立つな。看板ってなんぼで買ってくれるの？256、高っ。看板いいね。いかに早く看板を作るかっていうことか。お、この電力車はなんでこっちに来てんだ？なるほど。
電気追いついてないよ。お金がちょっとずつ回るようになってきたな。お、結構借りる。徐々に回ってきたな。
何もできてねえ。いやー、まだ100個も行ってないぞ。やばいよ。さあ、徐々に余裕が出てき始めたから。
やっぱガスが遅いよな。わあ、何してんねん。そりゃガスできひんわ。こうでいいでな。
石炭組と一緒になっちゃうのが良くないな。石炭の搬入路と分けたいな。めちゃくちゃ重いのか。シリカは1個でいいな。シリカは実は1つで足りるな。ガースが足んねんだ。回しときゃいっか。そんなことよりやな。え、借りれんのかよ、まだ。
よしよし、金が安定してきたぞ。スパークにする必要はなさそうな気がする。
まだまだ少ないぞ。雑。お金なし。あー、浮いてる。浮いちゃってる。液が浮いちゃってる。全部やったかな。絶対やってないよな全部。あれ案外やってる。
二つともレベル上げる必要なかったな。絶対なかったな。もうここはいっか。でも結構余ってんねんよな。もったいないよな。
金は大丈夫やろ、さすがにこれで。まだ半分もいってないのか。よし、うん、でもちょっと遅かったな。ちょっとっていうかだいぶ遅いけど。輸送量をどんどん上げていこう。全部スパークにすればそれなりに上がると思うねんけど。
お、電気が余り出してるぞ。電車が1分以上停止してる。うわあ。広告やらかした。これはやばい。めちゃくちゃ混んじゃってるな。
よしよし、これで詰まりはある程度解消できるんじゃないか。やっぱ車列が長いからな、そこがちょっとここがあかんかったな。長い車列が入れるように作り直さないとな。あと124。車列が長くなるっていうのはこういうことやな。かかっちゃったな。
今日これで終わりやな。早い。早いね。いいね、気持ちいいね。会社給料とか余裕やもん。さすがスパークって感じやな。凄まじいな。でもなんか発電所は2個でいい気がしてきたな。でもどうなんやろ、やっぱ3個あるから電力がなんとか途切れずに回ってるっていう感じはあるもんな。絶え間ないスパークの車列。やっぱこうスパイクとかで運べるようになってくると輸送力が一気に上がるな。大炭鉱地帯やね。いいね。ちゃんと吸い取り切るっていうのがいいよな。
うん、でもやっぱちょっとあれやな、やっぱ線路を一つの線路でやりすぎやな。なんかこういうぐちゃぐちゃなのはちょっと美しくないからあんまりやりたくないねんけど、でもしょうがないよな。効率っていうのはそういうもんやな、突き詰めていけば。いいね、やっぱ長い車列は見てると楽しいな。この広告の目立ち方がすごいもん、ね、中谷健太。帰り道を2車線とかにすればいいのかもしれへんな。2車線なり高架なりにして行きもしかり、行き帰りを片面、行き帰りを2車線ずつにできるともうちょっと スマートなんかな。やっぱ余計なつっかえがなく加速度出せる状態にしてあげるのも大事やな。なるほどですね。ちょっとリージョン19雰囲気だけ見とくか。ちょっと見やるには大変やけど雰囲気だけ。また広告か。なるほど。うん、電力はもう地熱やな。
シティも広げなあかんし。うん、看板さっき大変やったかな。でもこれは看板がゴールやから、看板以外のことを考えんでいい分まだちょっと楽なのかもしれないな。よし、わかった。これはまた次回。今日は、リージョン16ボーナス日だけになりましたね。じゃあ次回がリージョン19かな。はい、じゃあそんなわけで一旦終わります。はい、じゃあレイドします。はい、ありがとうございました。